皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、いつでも死ねるというテーマでお届けいたします。今日はちょっと物騒なですね、タイトルになっていますが、実は本の紹介です。こちらですね、はい。いつでも死ねるというね、挫折していい、不安定でもいい、怖くていい、それでも人は凛として生きていけるということですね。で、この本を書いたのがですね、まあ、小津良一さんというね、非常に有名な医学博士の方でございます。50年以上ですね、がん治療ですね、この最前線で命と向き合ってきたというですね、名医が伝授する生きるのがすっと楽になる人生の極意というのは書いてあります。今日最後の一日だとしたら、あなたは何をするでしょうか。私もですね、こう胸に手を当てて考えてみるんですけど、どうなんでしょうかね。ただ今日一日最後だと思えば、もうエネルギーを振り絞ってですね、無駄なことは一秒もしないような気がします。あとですね、まだ起こってないことを心配する。まあ昨日もで実はですね、ある経営者と話をして、こんなことがあったんですね。例えばお客様から電話がかかってきて、まあ明日会うことになってると。で、ちょっと明日伝えたいことがあるので、明日来た時に言いますからって言って電話を切られたと。まあそうするとね、まだ何も起こってないんだけど、明日伝えるっていうのは何だろうと、なんで今言わなかったんだろうと。まあだんだん心配になってくるわけですね。あとはですね、こういう考え方、すべての困難、まあ人生っていうのはね、こう、うまくいって、知っている人であっても、やっぱりね、悩みのない人はいません。だからその悩みがちっちゃいのか、大きいのかね、どう感じているのかなんだと思うんですけども、困難の捉え方を、こういうふうに人生がドラマチックにするために困難がある。まあ、要はそれを乗り越えればですね、ドラマチックなわけですよ。そのため困難があると考えれば、人生楽しくなるんではないかと。あとはですね、時には流れに身を委ねてしまうと。私どちらかっていうとそういうタイプなんですね。人からこう誘われたりするとなるべく断らずにですね、こうなるべくそっちの流れに行ってみようかと。まあ自分で考えて自分で行動を起こすっていうのはこれ非常に大事なことなんですが、それだとやっぱり自分の得意なことをやりたいこと、そういうところにですね、偏ってきて、結局自分の考えの範疇を出ることがないんです。ところが、赤の他人から誘われることっていうのは、どちらかといえば今までの自分ではやったことがなかったりとか、あれそういうところに行って大丈夫かなというですね、なんかこうストレスが溜まりそうなことだったりとか、しかしそういうところにあえて足を突っ込んでいくことによって自分が成長できるんではないかと。あとがですね、弱みをさらけ出すと自分の周りの状況が変わってくる。これそうですよね。常に失敗もないようなね、鉄仮面のような感じでは、周りとのやっぱ関係っていうのは何でしょうかね。まあ人は何でもできるからみたいなね、失敗しないから。まあ、そんな感じなんですけど、ちょっと弱みをこう見せ始めるとですね、なんかまた、こう軽くこっちも相談できるし、逆に周りの人っていうのは相談してもらった方が嬉しいみたいなところもやっぱあるわけですね。私も以前ですね、なんかこう人に相談すると悪いんじゃないか、迷惑なんじゃないか、なんと思ってたんですけど、実はそんなことはなくて、相談すると実は向こうもね、結構喜んでたりするわけです。まあそんなことでですね、いつでも死ねる覚悟が生きる力を強くするってことで、まあですね、人生どうなるか分かりません。これだけ車が走ってれば、明日車が突っ込んでくれば、それで人生終わります。いつでも死ねるという覚悟さえあれば、生きる力が強くなって、自分がやらなければならないこと、それに没頭できるんじゃないかなという一つの提言書なんだと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。